マニフィカと二丁丁 BWV243 は、ヨハンゼバスティアン・バッハが作曲した宗教音楽。プロテスタントルター派の信者であったバッハが、カトリックで用いられるラテン語のテクストに作曲したのは、一見イレギュラーに映るが、当時はルター派においてもラテン語の典礼文や、版画、あるいは、ミサ曲全体から、キリエとグローリアのみを用いた、小ミサなどが用いられていたのであり。 現在のルター派の礼拝でもこの形が残っている。バッハのマニフィカトは1723年に編保長調で作曲され、これには通常のラテン語のクリスマス用のマニフィカトのテクストの間に4曲の挿入曲があった。1728年から1731年にかけてバッハはこの作品を改訂し、挿入曲を除き、調整を2長調,調にして、 現在の形に書き直した。通常の演奏には、これが使用される。華やかにトランペットやティンパニーが活躍する作品である。変保町長のクリスマス版、約30分、二町長の通常版、約25分フラウトトラベルソニー、大声ボエに、トランペット3、独唱、ティンパニー1対、5部合唱、バイオリン I、2、ビオラ、通奏低音。ありがとうございます。